どうも、熊沢でございます。皆さん、いかがお過ごしでございますでしょうか。この動画がですね、10月27日、発売日当日にアップされてるんじゃないかなと思います。G9 Pro Mark II 発売おめでとうございます。やったね。プロモーションに携わった以上はですね、こう、発売されるのが待ち遠しいですし、こう、実際にね、手に取られる方がどれぐらいいらっしゃるのかなとか、せめてね、自分のこの YouTube チャンネル登録してくださってる方だったり、日頃からコメントをくださる方だったり、それから X でフォローしてくださって、日頃からリプをくださったり、いいねをしてくださったりする方々の中で、どれぐらいの方が G9 Pro Mark II を手に取ってですね、こう、写真ライフ、映像ライフっていうのを楽しまれるのかなっていうのが、やっぱすごく気になるわけですよ。で、自分の、こう、インプレッションをね、発信していくことでどれくらい皆さんのこう購入の参考になったかなとか、そういったのもやっぱり気になるわけですよね。なのでこう発売日っていうのはやっぱすごく嬉しいです。改めて、ルミックス G9 Pro Mark II発売おめでとうございます。というわけで、先日ですね、プロモーション投稿ということで X に投稿したですねポストの中から動物認識、ここについてお話をしていきたいと思います。まだ発売日を迎えたけれども買うか迷ってると、冬のボーナスで買おうと思ってるからまだじっくり情報をかき集めたいと、そういったね、方々のためにねしっかりとお話をしていきたいなと思っております。で、まあ、X の中で5つのスレッド投稿させていただいてますので、まあ、1個ずつじっくりね、噛み砕きながらポスト投稿ではお話できてないことなんかもね少し加えてお話をできたらと思います。今月発売のルミックス G9 Pro Mark II に搭載された新しい動物瞳認識を今一度じっくり試したいと思い、うちの可愛いマナネコ、かっこ女の子にご協力いただきました。また分量が多めですが、うちの可愛い子を例にお伝えしていきます。ということで、うちね、飼い猫が4匹いるんですけれども、その中1匹、実は女の子なんですよ。はい、最近実はちょっと手術をしたりとかしてね、今ちょっと怒ってるんですけど、まあそんなね、うちの女の子に、協力していただいて動物の瞳認識というところで、チェックをしていきました。はい、2つ目、ロンより証拠ということで外部レコーダーに収録した撮影画面をご覧ください。ライカ DG12mm35mmF2.8 パワー OIS テレタン 35mm 開放 F2.8 となるべく被写界深度を浅くしていますということで、忍者5を使って実際の撮影画面ですね、これを収録をして皆さんに瞳認識のオートフォーカスがどのように働いているかっていうのをお見せした動画を1分ぐらいのものを貼っております。ぜひね X の投稿は概要欄にもリンクを貼っておきますので気になる方はぜひ見てみてください。実際にご覧いただくとですね、人物の瞳認識っていうのはこう十字でこう瞳に合ってくるわけなんですけれども、動物の瞳認識はこういう四角い枠で瞳を補足してくれます。で、これ実際にね使ってみてみるとわかるんですけど、たまにねこの認識枠っていうのが瞳がないところに表示されることがあります。体とかね。でこれは多分ねファームウェアアップデートとかで改善できるような内容だと思うので、徐々に良くなっていくんじゃないかなと思います。で実際にこう瞳にねしっかりとこう枠が出てる時っていうのは瞳をしっかりと認識してくれてます。で1個ね、まあこれもファームウェアでどうにか改善してほしいなと思うところがあって、瞳がねカメラの光軸っていうかそのセンサーに対して傾きがある場合っていうのがありますよね。角度がついてる場合、センサー面に対して、この時に手前の瞳っていう風にしてくれないんですよ。これがね、必ず手前の瞳を撮ってくれるみたいな感じになってくると、まあかなりこう使い勝手が良くなってくるのかなと思います。それぐらいのことはちょっとやってもらえたらすごく便利かなと思いました。はい、3個目の投稿ですね。等倍表示で見るといかがでしょうか。しっかりと瞳孔のエッジを掴んでいるように思いますと。ある意味ちょっと皆さんに委ねるような。ただね、これはもう見てもらわないとわかんないっていうところで、実際に撮影した写真を、ピクセル等倍表示にしたものと合わせて、写真をアップしております。実際にね、これ見てみると、まあ猫の目って丸くて、瞳孔っていうのが、まあ、あるわけですね。で人間の瞳孔よりもすごく小さくなったり大きくなったり収縮幅が大きいんですけど、まあ、この日ねすごく明るい日光が部屋に入り込んでる午後ですごく明るいので猫の瞳孔がこう蛇みたいな感じになってるわけですね。でそのエッジをしっかりと掴んでる。なので瞳認識に任せておけば基本的にはしっかりと瞳をバチッと掴んでくれる。これ 35mm、 要は、フルサイズ換算で 70mm の被写界深度ですね。まあおおむね F5.6 くらいかもしれませんけれども、それでも結構浅めなんですよ。でこれをしっかり撮ってくれたっていうのはまあ十分やりよるなと思いましたですね。
はい、4つ目の投稿いきましょう。少しだけ描写の話。シャープでありながら線は細く、紐のしなやかさを感じられる解像力はお見事ですよねと、記載をさせていただいております。これはね、G9 Pro Mark II の描写性能、それからレンズの描写性能っていうものも合わせて、いるものだと思いますが、猫ちゃんの毛だったりとか、ちょっと話はずれますが人間の髪の毛、着てる衣服、その他にも、いろんな柔らかそうなものっていうのはありますよね。G9 Pro Mark II は2500万画素ぐらいのカメラなんですけれども、ものすごくシャープに映ります。シャープなのに線は細い。シャープがかかってくると、どん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 エッジが立ってきて線が太くなっていってしまうものなんですが、そこはですね、非常にシャープなのに線が細いっていうのが一つ魅力的なポイントかなと思います。そこに加えて、猫ちゃんのこのふわふわとした紐の柔らかそうでしなやかそうなですね、風合いっていうのはしっかりキャッチしてくれてるんですよ。これがね、生命力、生命美というですね、ルミックスが初代 G9 Pro から打ち出した統一されたですね、絵作り思想っていうものが、やってくれてることなんじゃないかなと、僕個人は思っております。なのでこれは女の子を撮った時の女の子の髪の毛の、綺麗にしてる髪の毛のしなやかさとか、お肌の柔らかそうな雰囲気、赤ちゃんとかね、こう柔らかい雰囲気を持った、被写体に対してもしっかりとそのデフォルメすることなく、しっかりとキャプチャーしてくれるっていうところはすごく魅力なんだよなっていうふうに改めて実感したという感じでしたね。はい、最後にですね、一応最後の投稿を読ませていただきますが、G9 Pro Mark II の描写能力を存分に活かすために、ぜひライカデイジーレンズを選んでいただきたいです。熊沢的おすすめはライカデイジーバリオエルマリート 12mm35mmF2.8 パワー OIS、そしてライカデイジーバリオエルマリート 35mm100mmF2.8 パワー OIS です。ぜひ使ってみてくださいという締め方をしております。今回 G9 Pro Mark II を発売日よりも1ヶ月以上前から先行でいろんな現場で試させていただいて、インプレッションのルミックスマガジンだったりとか、こう月2回ぐらいの X でのポスト投稿、 PR のポスト投稿っていうことだったりとか、公開がされてますけれども、ルミックス G9 Pro Mark II座談会ということで、柳永健太さん、それから三谷カザリアさん、そして MC として川辺由紀子さん、でそして僕ということで4名で、G9 Pro Mark II どうだったみたいなことをしゃべくるみたいなね、真剣10代しゃべり場みたいな感じで、本当忌憚なき意見をですね、みんなでこうぶつけ合う、そして聞き合う、そして写真を見合うみたいな、めちゃくちゃ楽しい座談会が、動画としてアップされてたりとかですね、そういった形でこう多岐にわたって今回こうプロモーションに携わらせていただいたんですけれども、その中で僕が G9 Pro Mark II と一緒にお借りしていたメインレンズっていうのが 12mm35mm の F2.8、 これは、ライカ DAZ としてリニューアルされた、今年の頭にリニューアルされたレンズです。そして、G9 Pro Mark II の発売に合わせてリニューアルされたライカ DAZ の 35mm100mm、 この2本をライブ撮影では使っていこうということで、レンタルをさせていただきました。でこれを長らく使っていたんですけれども、おすすめの理由っていうのがまず描写です。コントラストも良好、色のりも良好、レンズとして過不足ないです。十分こう業務でも使っていける、うっとりするような写りをします。でね、シャープだし、解像力がものすごくあるし、コントラストも良好で色もしっかり乗っかってくる、なんだけどどこかその柔らかい風合いっていうのを持ってるレンズなんですよね。硬く映らない、これがすごく僕いいなと思っていて、やっぱ僕ライブ撮影とかで照明が潤沢に焚かれてるようなところでも撮るので、その照明が硬く映ってくると、被写体も必然的に硬くなってくるわけですね。なんですけれども、光がこうふわっと出てくる、それはそのオールドレンズのような低コントラストのふわっとさでもないし、ホワイトミストとかブラックミストをつけたようなふわっと感ではもちろんないんですけど、体感的にしっかりとその光がこうビャッと伸びてですね、スモークと相まってふわふわっと伸びていくような雰囲気っていうのはしっかりとキャプチャーしてくれるっていうところで、この2本のレンズはすごく描写的にすごくいいと思ったのが1点で、もう1点はオートフォーカスの駆動速度が速く感じました。キットレンズっていうのはバリオエルマリートの 12mm60mmF2.8 から4っていうものなんですけれども、これをね後に使うとなんかめっちゃ遅えなっていう風に感じてしまうんです。それでもね速いんですよ。
50、200も早いし、12、60も早いんです。増面操作のおかげでさらに、クイックリーな、即興っていうのが可能になっているというか実現できている、得意としているので、早いは早いんですけど、この 12mm35mm と 35mm100mm っていうのは僕の体感で申し訳ないんですけどもっと早いですね。でミスが少ない感じがしました。これは環境をね整えて同じシチュエーションで全部のレンズを試したわけではないので、あくまで参考程度に留めていただいて、気になる方はご自身でお試しいただけるといいんじゃないかなという内容ではあります。ただこの2点ですね、描写の性能と AF の駆動速度、滑らかさみたいなところでものすごくおすすめしたいレンズの2本です。まあそれ以外にももちろんノクチクロの 42.5 とか、50-200、これねテレからワイド、まあ概ね4倍ズームですね、光学4倍ズームの中で捨て画角がないんですよ。全域にわたって良好な像を結んでくれる感じがあるので、それもおすすめですし、まあ、GH6 のレビューの時に使わせていただいたバリオズミルックスですね、 10mm25mm と 25mm50mm、 この2本もやっぱりね、人物を撮る、そしてこう自分の手の届く範囲の被写体でことが済んでしまう人たちはもうこの2本買ったら終了って感じなんですよ。なのでまあおすすめレンズはたくさんあるんですが、まあ、今回ね G9 Pro Mark II、 僕自身はライブ撮影でめちゃくちゃ活躍するなと感じたので、それにじゃあ合わせるためにはっていうところを考えると 12-35 と 35-50-35-100 かなみたいな、まあ、そういうことでおすすめをさせていただきました。まあね、今回目玉の機能というか性能の中で動物瞳認識っていうものが追加されました。で僕自身が、やっぱり飼い猫がいたりとか外猫ちゃんをスナップしに行くっていうのが僕の趣味だったりもするので、猫だったら任せていただきたいと、大船に乗ったつもりで任せていただきたいと、そういう気持ちをね抱きながらですね、まあ、今回は、この動物瞳認識について、X でのプロモーション投稿をさせていただいた次第でありますと、いうことでございます。そしてそこをこう自分の肉声でね皆さんに改めてこうお伝えしたいなと、そういうふうに思った動画でございました。この動画をアップした本日、ついにルミックス G9 Pro Mark II が発売され、ご購入予約をされている皆さんの手元には届いているんじゃないかなと、夜遅くまで仕事されている方々はもしかしたら明日の受け取りになってしまうんじゃないかなというところではあると思いますが、ぜひ熊沢がですねこれまで出してきた G9 Pro Mark II のインプレッションを皆さんにお伝えするような内容の動画であったりとか、レビューをするような内容の記事だったりとかの内容が果たして正しかったのか、ぜひチェックしてみてください。僕はもう誠心誠意製品の自分が感じたことっていうのをいろんなところに発信しております。画面の向こうの皆さんのですねこう写真ライフとかにですねより良い環境っていうのが整ったなと、思っていただけるようなカメラであれば、プロモーションに携わったですね熊沢としてもすごく嬉しいですし、まあ、皆さんの写真ライフがねより良いものになるっていうのはそれも一番いいことですから、ぜひね写真ライフ楽しんでいただけたらなと思っております。はい、ということで本日は、X にプロモーション投稿としてアップをしたルミックス G9 Pro Mark II の動物瞳認識の投稿に関する補足的な内容の動画でございました。ぜひですねよかったよ熊沢頑張ったよという方はですね高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そして X と Instagram のフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。駒沢でした。